今日もどこかで犯罪は行われている。ルールに縛られるが自分の道を突き進むか、それはあなた次第だ。極悪生活。早く俺をここから出してくれ。うん、そうよね、そうよ。でもいい案が浮かばないのよ。おい、お前、自分の立場が分かっているのか。もしあの高速道路事件の真相が明るみに出たら、お前は牢屋にぶち込まれるぐらいじゃ収まらないぞ。うん、分かってる、それは分かってるわよ。でも方法がないわ。クソ、あのダムという男め、車屋をぶっ潰してあのハゲ跡の味わってやる。ダニキ、そんなことをしちゃいけないわ。あなただって牢屋にぶち込まれる程度では済まなくなるわよ。まあまあそうだな。それにしてもここの警察署、監視が緩すぎないか。さっきからずっとここでお前と話しているのに誰も来ないじゃないか。うん、確かにそうね。見た感じ監視カメラとかもついてないみたい。何よりここシティ2は出来たてで人口過疎という噂もあるわ。こんな大きい警察署を作ったものの、働いてる人も 2,3 人しかいないらしいわよ。しかもパトロールとかの時は署内不在になるとも。何？そうだったのか。確かに車も1台も走ってないしな。スターブックスコーヒーを経営できていたのが不思議なくらいだ。あのカフェだけは熱烈なファンがいるのよ。あなたの目の付けどころが最高だったってことね。しかし今のこの状態では元も子もない。何か脱出する方法はないものか。ヤーダム、久しぶりだな。おお、ジューラ、元気にやってっか。久しぶりだぜ。はっはっは、もちろん元気さ。今世間じゃコロナが流行ってるが、俺は感染症対策もバッチリなんだ。31人 YouTuber 飲み会をする奴らとは格が違うぜ。おいおい、お前何の話をしているんだ。異世界の話か。来て早々たまげたやつだよ、お前は本当に。ま、そんな話は置いといてだ。どうだ最近店の調子は。もちろん経営は順調だぜ。景気が悪くなっても車の需要は変わらねえみたいだ。ほうほう、やるなぁ。さすがダムじゃねえか。まあな。どうだ最近なんか事件とか起きてないか。事件か、起きてないな。そうか、なら俺の話を聞いてくれよ。俺この前クソ警察に追いかけられたんだ。マジか。ああマジだ。だがな、お前の作ってくれたこのインプレッサで逃げ切ってやったぜ。おいおい、お前は本当に危なっかしいやつだな。ま、確かにあれは危なかった。ここら辺じゃ見かけないチャージャーのパトカーだった。さすがに相手も馬力が高くて互角互角、なかなか振り切れなかったよ。ほう、じゃあどうやって逃げたんだ。マウンテンのガードレールの切れ目を知ってるか。あそこは俺だけのショートカットコースだ。マジか。まあマウンテンはお前の庭だからな。そんな走りをされたらさすがの警察でもひとたまりもねえわな。ん？そういえば俺も事件で思い出したぞ。ん？なんだ？お前ダニティって知ってるか。大量のマネーロンダリングを行ってた犯罪者だ。ああ、もちろん知ってるぜ。すごいニュースになってたからな。あいつがシティ2でクソカフェを経営してたんだよ。なんだって、あいつそんなとこにいやがったのか。警察に通報、一発捕獲ってわけさ。今頃刑務所で泣きしょんべん垂れてるだろうな。あ、電話だ。はい、もしもし。おう、そうか。マジか。わかった、そっちに行くぜ。どうしたんだ。お前、車買い取りクソジジイって知ってるか。あ、誰だそれ。ああ、お前はまだ車を売ったことがないか。まあこの町では有名な車買い取り業者なんだが、困ったことが起こったらしい。お前もいずれ世話になるだろうし、一緒に来てくれないか。ああ、わかった、ついていくぜ。
よし、じゃあ俺の車で行こうか。イングレッサは店の中に止めといてくれ。いいカマロだよな。はは、じゃあ行くとするか。誰か来たわよ。何？まさか警察か。キャサリン、隠れろ。やあ、君を助けに来たよ。誰だ貴様。まあまあ、そう慌てないでくれ。俺は取引しに来たんだ。貴様、警察だろ。何を言ってるんだ。待て待て、俺は警察じゃない。なりすましてるだけだ。何？俺はなりすまし警察のニック。訳があってお前を助けに来た。なりすましてはあるが、この牢屋の鍵を開けることができる。貴様、要求は何だ？ダニティ、この男を知っているか。こいつは不正レースで有名なジブラという男だ。俺はこの前こいつの捕獲を試みたが逃げられてしまった。この屈辱を晴らすべく居場所を見つけ出し粉々に潰してやりたいのだ。おお、なるほど。俺があんたをここから出す。その代わりにこいつを粉々にするのを手伝ってほしい。なるほど、俺の手を借りたいってわけか。そういうわけだ。もちろん金などはいらない。こいつに復讐できればそれでいい。はは、なるほど。お前なかなか気に入ったぜ。ジブラといえばカーショップやダムの不適客だよな。そこにいればいつか現れるはずだ。俺をここに入れたのはダムだ。俺とお前の敵は共通ってわけだ。キャサリン、そういうことだ。いいか。おっと、もう一人いたのか。話は聞いていたわ。すごく危険な予感がする。でもあなたがここから出られるなら仕方ない。さっさと片付けていつもの生活に戻りましょう。こんなに早く出れるとは。助かった。ああ、車は用意してある。早く出よう。じゃあ運転は任せたぜ。よろしくね。ジブラ、着いたぜ。お、ここか。やあ、車買い取るクソジジイ。おお、ダム、来てくれてありがとう。ん？この人は？こいつは俺のショップの素晴らしいお客様だ。信用できるいいやつだぜ。やあ、ジブラだ。よろしく。なるほど。俺は車買い取るクソジジイだ。ここで車の買い取りをやってる。よろしく。で、お前の相談事ってなんだ？そうなんだよ。実はこの前バイトで女の子を雇ったんだ。するとその子がとんでもなく悪い子でね、高速道路の料金売り上げ全部持って消えてしまったんだ。何？そんなことするやつがいるのか。お前それはやっちまいすぎだろ。おちょこちょいの性格を通り越してるぜ。ああ確かに俺のミスでもあるんだが、そんな悪いことする子には見えなくて。まあな、人は見かけによらないって言うからな。なんか情報はないのか？写真とか。そうそう、面接の時の履歴書に写真があるんだ。もちろん被害届も出したが、捜査は全く進まないみたいで。うん、こいつは。どうした？ダム。俺こいつ見たことあるぞ。ダニティのカフェで働いていたやつだ。間違いない。何？見たことあるのか？ああ、もしかしたらこいつはダニティと一緒にいるかもしれない。
シティ2の牢屋もザルって聞いたことがあるからな。よし、ダムのショップに着いたぜ。見たことない車が止まっているな。おい、これこそまさにジブラの車だ。おお、よかったじゃないの。まさにビンゴね。俺もダムには借りがある。この店は盛大に爆破させて何もかもぶっ飛ばしちゃろうじゃないの。よし、ジブラが帰ってくるまで俺も爆弾設置を手伝うぜ。また私の罪が増える。まあ、これも仕方ないわね。ん？間違いない。あれはこの前俺から金をむしり取った偽物の警察だ。一緒にいるのはニュースになっていたダニティじゃないか。何か怪しいことをしているな。警察に通報しよう。もしもし、以前私が警察のなりすましがいるという話をしましたが、今ダムのカーショップにいます。多分ダニティも一緒です。すぐに来てください。よし、絶対捕まえてもらうぞ。シティ2にいそうな気はするが、一回俺ら3人で探しに行ってみるか。そうだな。ん？警察から電話？一体なんだ？もしもし、警察です。緊急事態です。あなたのカーショップにダニティがいるみたいです。なんだって？すぐに向かう。どうしたんだ？今俺の店でダニティが何やらやってるらしい。すぐ向かおう。おい待て、お前の店は確か緊急シャッターシステムがあるんじゃなかったのか。もし店の中にいるなら閉じ込めて捕まえられるんじゃないのか。あ、そうだった。確実に捕まえてやる。緊急シャッターシステム起動。ん？なんだ？おい、なんなんだこの音は。扉が閉めてしまったわ。鍵も開かない。閉じ込められたわよ。おい、どうするんだ。クソ、完全にやられちまったぜ。観念しろ。お前らは完全に包囲されている。今から扉を開けるが、抵抗すれば容赦なく発砲する。わかったか。クソ、従うしかねえ。俺はどっちみち捕まってた身だ。まあ、刑期は長くなるだろうがな。私も終わりね。料金所事件のことが明るみに出て逮捕だわ。クソ、俺のギャンブル生活もついに終止符か。ダムさん、扉を開けてください。わかりました。競争林。車買い取るクソジジイ。お、やっぱり一緒にいたか。お前、なんでこんなことしたんだ。ごめんなさい。あまりの大金に目がくらんでしまって。本当にごめんなさい。けど、お金は一つも使っていなくて。盗んだお金はきちんと返すわ。何？それは本当か？さあ、車に乗れ。連行する。先輩、このチャージャーはどうするっすか？もちろん押収だ。早く持っていけ。了解っす。いやー、ありがとうございました。あなたのおかげで悪党3人一気に捕まることができましたよ。いえいえ、私としてもすぐに連絡いただいて助かりました。それにこのシステムを思い出してくれたのはジブラです。ジブラ、ありがとうな。また焼肉でもおごってくれよ。あと、あなたも通報ありがとうございました。いえ、私も悪人は放っておけないたちなので、ま、たまたま通りすがっただけですが。何はともあれ一件落着です。あ、それとダムさん、ジブラさん、あなたたち過去のレースでギク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 。やばい、次は俺らが捕まるぞ。おい、ジブラ、逃げるぞ。クソ、こんなとこで捕まってたまるか。ずらかれ。あ、お二人とも。
うん、行ってしまったか。車買い取りクソじじさん、二人に伝えておいてあげてください。今回の件で二人の罪は免罪ですと。ほ、本当ですか。いや、それはよかった。キャサリン、あなたは釈放よ。え、車買い取りクソじじいさんに盗んだお金をすべて返したでしょ。もう被害届は出さないって言ってたわ。本当ですか。ダニティたちはどうなるんですか。ダニティとニックは牢屋からの逃亡、逃亡の手助け、不法侵入、建物爆破未遂など起こした罪は重すぎるわ。あの二人にはここじゃなくて要塞刑務所に行ってもらう。あなたはこれからの人生しっかり生きてちょうだい。わかりました。ありがとうございます。